はい、はい、今回から全バイオーム発見クラフトというシリーズをやっていこうと思います。ということでね、早速ワールドをね作っていきましょうか。お、来た。え、何何来た。平原。お、なんか空島がある。あそこに、あそこ見て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 、空島あるよ。空島、スカイブロックある。え、何あれ。俺あ、今からあのスカイブロック生活に変えようかな。今からあの、ね、やめよ。そもそもバイオームって何かっていうと、環境のことですね。まあ、現実世界でも、まあ、日本だったら、まあ、温帯とか、そういう感じのがありますね。まあ、ロシアだったら、まあ、雪いっぱい降ってますよとか、あとは、大河とか、多分皆さん中学校の社会で習ったと思うんですけれども、そういう感じでね、マインクラフトにも、あの環境がいろいろあります。例えば、あっちの方だったら、まあ、山岳バイオームとか、ここの木がいっぱい生えているところは、森バイオームとか、海は海バイオームとか、いろいろね、分かれているわけですよ。で、今回は、まあ、それを全部見つけようっていう企画です。概要欄にバイオームの一覧をね、ちょっと載っけておこうと思うので、あの視聴者の方気になる方はね、そちらの方を見てみてください。とりあえずね、拠点を作ろう。拠点ね。で、私、あの必殺描画距離上げる作戦っていうのがあるんだよね。描画距離をね、今16チャンクになってるんだけど、一気に51チャンクまで上げようと思います。51チャンク。お、そっちの方向ね、湿地帯だね。あ、めっちゃ、あ、ちょっと待って、すごい平原ある。海の方向に、いい感じの平原ある。海の向こう側行ってみようか。お、なんかある。海底に完全な人工物あるけど。なにこれ。お、イルカだ、かわいい。イルカかわいい。水族館とか作りたいな、ちょっと。石炭。あと、宝の地図。ゾンビってよ、ゾンビ。ゾンビ、怖い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 。ちなみにね、今回のバイオームの判定方法、あの見つけた判定なんですけど、画面に入っていれば見つけた判定とします。だから私がね、気づいてなくても編集中の私が気づけばいいから。じゃあ、ここら辺にね、家を作っていこうか。あ、やばい、ゾンビやばい、来た。おー、ゾンビ。ゾンビだ。おー、鉄、鉄来た。ゾンビだ。おー、鉄、鉄来た。ゾンビだ。おー、鉄、鉄来た。え、鉄、今鉄出たよね、ゾンビから。待って、ゾンビから鉄出たじゃん。ちょっと地図作ろうかな。ちょっと地図スタート。お、あ、めっちゃ地図端っこだわ。地図がね、今回のシリーズ大事。何これ、カエル、僕初めて見たんだけど。どれ。あ、カエルじゃん。どうし、豚よ。カエルかわいい。これしていい？ダメ。なんか豪華な家作ってる。やめろ、俺の家を。やー、あ、痛い。おー、小ゾンビ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 。あー、やばい、死ぬ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 。死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。死ぬ、死ぬ、死ぬ。プリスプ。いや、私はね、そろそろ晩飯行ってくるんで、頑張ってください。ちょっとここで見てまーす。あ、ただいま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 。晩ご飯食べてきました。あれ、戻ってきたの？はい。仮拠点もね、完成したことなんで、次は、職員所でも作ろうかな。じゃあ、俺は、畑作ります。オッケー、畑。作っといて。じゃあ私植林場を作りますわ。まずはね、ここら辺を整地していこうと思います。よし、整地が終わりました。その次にこのね、丸石のハーフブロックをどんどん置いていきますが、まずここに土をね置きます。あー、置けてない。置きます。で、1,2,3 マス置きに土を置いていく感じになります。はい、ね、植林場が完成してないですね。制限ブロックというものを置いていきます。この土から1,2,3,4,5,6,7,8 マス目に丸石を置くという感じです。はい、制限ブロックを全部置き終わりました。ということでね、土これ破壊していきます。はい、土を全部破壊し終わりました。ということで植林場完成。やった。はい、苗木を全部植えました。これでね、
この木が育って木材となってくれるという、そういう感じですね。あ、なんかすげえ、なんか橋できてるでしょ。すげえ、なんか、あ、なんかできてる。なんかちょっと行ってみよう。ちょっと、あ、なんかすごい、なんかそれっぽいのできてる。じゃあ私家帰りますね。あ、はい。で、あ、ここか、ここから掘っていったのか。へえ。はい、続きやっていきましょう。前回はね、こちら家を作りましたね。裏作業でね、はい、なんか生やしておきました。はい、あのね、ジョニーズメンバーをね、いろいろ入れてやっておりました。あ、ジョニーズってできてる。あと、なにこれ、昆布、なにこれ、バグってるけど。いや、人生が作ってた。これ人生作ったの。無限昆布畑。あ、いいね、これ昆布無限に取れるじゃん。やった。で、植林場が、お、めっちゃ木生えてんじゃん。さっき切ったのに、せっかく。めっちゃ切って。これで木材はいっぱい集まると。そうだ、地下をね、進めてくれました。鉄とかたくさんあるよ。お、すげえ、めっちゃ掘られてるじゃん。すご。めっちゃ時間かかった。5時間ぐらいやってたんじゃないかな。やば。あ、すごい。あ、石炭がある、いっぱい集まってて。鉄とか、あ、鉄も、あ、すげえ。西タックも集まってる。で、石類も、あ、結構集まりましたよと。で、ここまで Y 座標イコール0の場所なんで、例えば鉄掘りたいときは Y 座標16に行くのかな。16どこだ、ここか。まあ11だけどね、掘ってる。11で掘って、まあ鉄を集めるときは16で掘るらしいよ。なんかツラシある、ツラシあるけど松明ない。あ、オッケー、あげる。じゃあね、今回はマイナス54でどんどん掘っていきましょうか。私逆方向掘ります。はい、うわ、仮説楽しかったわ。俺マジ天才。レッドストーンの近くにダイヤモンドがあった。ダイヤモンドあった。お、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 でかっ。これ1個掘ったから5個かな、この塊は。で、下と右どっちがいいですか。下。じゃあ下、じゃあ下行って、地図で。私右行きます。はいはい、じゃあ行こう。おー、あ、あー、村来たー。村？マジ？なにこれ。なにこれ、なにこれ、なにこれ、なにこの家は、なんだよこの家。マジちょっと、やばすぎ。面白い、これどうなってんだよこの家。じゃあナンパ船見ていこう。私家に帰ってきました。お帰り。まあまあまだ高の地図、ちょっと待って、高の地図発見。高の地図で見つけてないよな、そういや。さあ、高の地図もな、ちょっと見てみよう。あ、これ普通のマップだった。高の地図。お、あ、近い。近いよ。近いからちょっと私、帰りに行っちゃおうかな。あ、もうここじゃん。あ、もうす、ここだよ、もう。ここじゃん。ここら辺にあるよ、もう。あった。お、はい、はい、あった。あげる。何個？ 3 つ。あ、1つ。あの、首紐だけもらうわ。あ、音楽ディスクあるじゃん。やった。お、村見えてきた。見えた。俺が面白く思った家があるから。うん。じゃあ笑った。はい、村までやってきました。あの家は面白い。あ、うん？ちょっと待って。なんだ、え？は？わかった。え、何これ。いや、明らかにおかしい家が一つあるんだけど。な、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、なんでこんなことになってしまったんだ。多分、わからない。え、なにこれ。やばいっしょ。なんか地下になんかあんのかな、これ。これ地下に、なんかあんのかな、これは。明らかにおかしいぞ、これ。ちょっと本もらおう。あの、動画の時間を13秒伸ばしたいので、なんか13秒間なんか話してください。ニーハオ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 。アイワンツー。アイラブ。